夜星空を見てるとこうちゃんが弾くこの曲が聴きたくなります、スターダストメモリー。なるほど、この間キョンキョンがね僕の伴奏で歌ってくれましたよ、あのこういうゆっくりのスターダストメモリーってやつね。これギターでこの間もあのこのこっちのバージョンでやったけど、まあバラードっぽくやるとこんなやつ、気持ちいいね、こういう曲は。ね、こういう曲、バラシ、このアルペジオとかめっちゃ気持ちいいね、D18 はね。ユービンさんは、クラプトンのレイラ、あ、パティさんもです、一緒ですね、レイラのイントロフレーズから半音下がって入る歌の出だしまでは。これはまあエレキだからな、あのアコギのこの低い方だけでいくと、はい、ニャン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 ってね、よくわかんねえだろ、でも半音下がんだよね。カエサルさん、 S&G のブックエンドの長めのイントロいいね、こういうサイモンとガーファンクルにはこの D18 はぴったりですね。ブックエンドだからこれか、川崎市の耳たぶ58年生まれは、当時の練習曲、あ、中学時代アコギで好きで夢中で、練習曲は坂崎さんとかなりダブルと、なるほど。私の狭い経験値ではアルペジオの最高峰はブレッドのイフ。なるわ、これはでも本当にすごいよね、このちょっとテンポ早いけどね、ほんともっと遅いけど、あとは S&G のボクサーのイントロ、 C で弾く場合の最初の指の置き方を教えて、なるほど、これだね最初はね、あ、サンカポで A で弾く場合は音的には一緒なんだけどね、この残ってる音が違うね、これが C で弾いちゃうと、うん、今回ちょっと違うね。何度聴いても飽きないイントロ、レッド・イット・ビート・ボクサーですと。へえ、レッド・イット・ビートも飽きないんだ、まああれはピアノだけどね。このあ、え、違うな、これはあのグリーン・ジョーンズが教えてたね、ポールに。すごいよな、あのプロデューサーっていうかさ、ね、彼が後にツェッペリンとかイーグルスのプロデューサーだったグリーン・ジョーンズがポールにこのこうやったらどうだいみたいな。最初はでも食ってたけどね、ちゃんチャチャチャンチャチャンチャンチャチャンだったな。はい、米どころ新潟のゆうたんさんは、スリードグナイトの It's for you の坂崎さんパートをお願いします、一緒に歌いたい。これ一緒に歌うっても誰を歌う、高見沢歌う、じゃあ僕がいきます、 One, two, three. I'm A Oh Day
is true. It's for you. They say that I was a lied, and I shouldn't try to find. この辺ですね、僕があのやってる担当してるのはね、弁慶の台所。男はいつも待たせるだけでを歌ってくれって、このあのなんだっけこれ、ま、恋かそれでも恋は恋、キーが分かんないな。日陰のあっこちゃんさん、 GS スペシャル面白かったって。スナックアルフィンのね、高見沢さんがビレッジシンガーズの曲歌ってましたが、ぜひ坂崎さんにバラ色の雲を歌ってほしいですと。バラ色の雲と思い出を抱いて、僕は行きたい海辺の町へ。終わったですね。他にもビートルズもいっぱい来てね、やっぱり相変わらずだね。ビートルズものはもうね、いつでも、あ、でも珍しいのはこのアイミーマインが来てますね。誰だこれ、サマッカネさんは。アイミーマインはあのね、ゲットバック、映画の中でもジョージが作ってきたっつってやってました、ね、できたばっかのね。いい曲だねなんて言ってたよね、ポールもね。ビートルズはこんな感じかな。 あとね多いのがね、今日はそうか12月10日なんで、あの3億円事件の日なんだね。3億円の事件の日って記念の日じゃない、記念日じゃないけどさ、3億円強奪事件があった日なんですよ。あれから53年ということでね、府中取り物控えのリクエストがいっぱい来てます。ノエルさんとかナオミさんとかね、他にもいっぱい、ミカ呼び捨て希望とか他にもいっぱいいただいてますよね。あなたのしたことは本当に悪いことだけど、世間の皆様に顔向けできないことだけど、53年前の寒い夜に全国津々浦々忘れてた、胸がすっかっと晴れたっけ、雨にとどろく音はいい、昭和の義賊よくぞここまで逃げ延びた、お疲れ様です、立派です、拍手で迎えてあげるから、はいハモって、みんなで分けようね、3、3、3、3億そうか、あれから53年になるのね。っていうことは、僕らが出そうと思って発売中止になってからは、48んじゃないか、あれって75年だもんね、46年前ですよ。あ、まあ時効が7年だからね、そういうことだ、 53-7 だから46年前。びっくらこきましたね、はい。